続いては町の情報をワイドな視点でお伝えするあら町ワイド。今回は新荒川もんじゃ堂第3弾です。それでは早速ご覧ください。皆さんこんにちは、もんじゃガールの伊藤彩香です。今年も皆さんにしっかりと荒川もんじゃの魅力をお伝えしていきますよ。気を引き締めて頑張ります。ということで新荒川もんじゃ堂スタートです。2016年も張り切ってお届けいたします。新荒川もんじゃ堂第3弾、荒川流のおもてなしをテーマにお送りするこのシリーズ、今回は古くから地元の人から愛される小具地域のお店2軒にお邪魔して荒川もんじゃの魅力をたっぷりとお伝えします。西小具2丁目にやってきました。早速ですが今回の荒川もんじゃワードはこちらです。開店当初から変わらないおかみさんの優しさともんじゃの丸々、中学生、高校生に大人気、超お得なもんじゃ〇〇。荒川もんじゃワードにおかみさんっていうのが出てくるのは初めてですよね。一体どんなおかみさんなんでしょうか。楽しみです。行ってみましょう。ということでやってきたのは都電荒川線お台停留場から徒歩2分、西小具2丁目のもんじゃお好み焼きのつくしさんです。失礼します。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。寒いとこいらっしゃいませ。もんじゃガールの伊藤彩香と申します。こちらこそ、小葉清子と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、こちらのお店は何年ぐらいやってらっしゃるんですか。この春で32年になります。32年、はい、私よりも年上です。よかった。すごい。若いよ。年分かっちゃうよ。そうですね。32歳よりはちょっと若いです。はい、今日は32年の歴史のあるもんじゃが食べられるということで、はいはい、食べてってください。はい、楽しみにしてます。はい、よろしくお願いします。こちらこそ。奥のお座敷にやってきました。こうなんだかお家のような、実家に帰ってきたような安心感とちょっと落ち着きのある小上がりというふうになってますね。ではまず最初のもんじゃワードを見ていきましょう。一つ目のもんじゃワードはこちらです。開店当初から変わらないおかみさんの優しさともんじゃの丸々。おかみさんの優しさは変わらないのは分かるんですけど、もんじゃの〇〇って一体何が変わらないんでしょうか。探っていきましょう。はい、失礼します。お待たせしました。はい、まずはキリイカもんじゃです。キリイカもんじゃ、はい、失礼します。こちらがキリイカもんじゃですね。たんまり乗ってますね。はいはい、ボリューム満点ですよね。そう、いっぱいキャベツ食べてほしくってね。はい、すごい厚み。これ一体何が入ってますか。普通のベースのタレとキャベツとキリイカ、天かす、紅生姜、これだけです。はい、ザ・もんじゃっていう具材ですよね。ですね、まずはこれを食べていただきたい。上からキャベツから。キャベツもすごいたくさん入ってる。まだ出てくるんですよね。もうすでにちょっとキリイカのいい香りがしてきましたね。はい、でしょ。火を通すとキリイカって美味しくなるの。ねえ、すごい香りがいいです。このキャベツを炒める時の何かポイントってあるんですか。ないです。ないですか。うちはね、よそ様よりちょっと大きめに切ってます。そうですね、結構、その方が食べ応えがあるし、タレと絡みやすい。うまいうまいうまい。うまいですか。うまい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 、うまい、はい、うちの後継ぎに欲しい。あ、本当ですか。はい、ではこれでキリイカもんじゃ完成。はい、完成しました。お出汁出てる。はい、これぞ定番のもんじゃですね。変わらないのおかみさんの優しさと、はい、もんじゃの〇〇って言って味と推測するんですが、何だろう、何が変わらないんだろう。お値段。お値段、はい、プライス。プライスが変わらない。はい、こちらのキリイカもんじゃちなみにおいくらですか。300円です。300円。だけど開店当初30年以上前にやったのは250円で、はい、もうちょっと小さな丼ぶりだった。250円で正確に測ったことないけど 1.5 倍、
それで50円プラスだから、はい、実質値上げというか、もしかしたら値下げかもしれない、消費税上がってもいただいてません。そうですよ、はい、だって3% から5% になって、今度 10% でしょ、ね、どうしましょう、どうするんですか。いや買えません。買えないんですか、はい、300円で、うん、税込みのお値段で、はい、そう言っちゃったらもう本当変えられないからね。そうですよね、はい、ここでお約束します。皆さん 10% になっても300円のまま食べられるそうですよ。そう、開店当初から変わらない値段っていうのは、おかみさんの優しさとおもてなしが、いいですね、いい言葉、おもてなし大好き、あれからこそ続けられるんですね、はい、だと思います。30年間変わらないおかみさんのこの優しさと、お手頃価格のもんじゃが地元の人に愛される秘訣のようですね。さて続いてのもんじゃワードはこちらです。じゃん、中学生高校生に大人気、超お得なもんじゃ丸々。超お得なもんじゃってどんなもんじゃなんでしょう。楽しみですね。はい、お待たせしました。はい、豚キムチになります。豚キムチ、はい、これも結構てんこ盛りで、はい、超お得っていう感じですけれども、はいはい、こちらはちなみにおいくらですか。はい、500円になります。500円。はい、あ、500円。はい、なるほど。これどこが超お得なんでしょう。まず食べてください。あ、わかりました。まず食べてからです。そうですね、はい、食べてからいろいろ伺っていきたいと思います、はい、では早速作ります。いい油が出てくるね、綺麗な油が。キムチとまたもうゴロゴロのキャベツが、すごいでしょ。すごい量ですよ。で、豚肉に火が入れば食べ頃。はい、はい、うん、豚キムチもんじゃ完成です。これも私が作りました。はい、はい、いただきます。大丈夫、うん、お肉の脂、うん、いいですね、うん、甘いです。脂がで、この甘いのと、うん、このキムチのちょっと辛みと酸味が感じられて、うん、食感楽しめるのもいいですよね、はいはい、うん、でもこの豚確かにすごい美味しかったです。すごい脂も乗ってて、うんうん、国産の豚ってやっぱり美味しいなって感じたんですけど、うんうん、何が超お得なのか分かんないです。そろそろ教えてください。はい、一品一品はね、はい、お得感はないと思うんですけども、はい、実はうちはねこういうのやっております。ん、中高生の食べ放題です。食べ放題、はい、もんじゃ食べ放題ってやってるんですか。はい、初めて聞きました。予想はやってないと思うんですけどね、うん、うちぐらいだと思うんで、はい、結構遠くから口コミで来ていただけます、食べ放題おいくらでやってるんですか。はい、一番高いのは高校生の男の子、はい、1500円。え、1500円。3杯食べれば元取れます。1人で 4,5 杯食べちゃったらもう、うん、もうですよね。そう、もうだからね、そろそろやめてくんないかなと思うんだけど、これはしょうがない、うん、へ、うん、でこの小さいお店が貸し切りになります。はい、中高生の時に知りたかった。そう、そういう時のお母さんが結構います。あ、こんなところがあったらなって言われるから、うん、あ、やっぱり皆さん同じことを思ってるのかなと思うし、うんうん、じゃあ今小さい時から通ってる子たちは中高生になるのがもしかしたら楽しみかもしれない、うん、だからだんだんそのうち孫でも来るんじゃないかと思って、それまで頑張れるかどうか分かんないけども、うんうん、まあ、もうちょっと頑張ってみようかな。長く長く続くにはやっぱりそういう秘訣があったんですね、うん、と思いますね、うん、うん、これもおかみさんの優しさ、おもてなしが詰まった。褒められたらキリがないシステムですよね。はい、ありがとうございます。素晴らしい、うん、ありがとうございます。これだけは買えないと思います、うん、はい、一つ一つのメニューがボリューム満点のつくしさんのもんじゃ、食べ放題は絶対お得ですよ。予約制ですのでお店までお電話を。おかみさん、最後に、はい、おかみさんのおもてなしの心を、おもてなしの心教えていただけますか。はい、こんな小さなね古い店ですけどね、うん、
家族的な雰囲気だけは壊さず、うんうん、これを続けていきたいと思います、うん、とってもアットホームな雰囲気 でしょ。なんだか私も帰ってきたくなるようなよく言われます、はい、親戚のおばさん家行ったみたいな、うん、本当にそんな感じがしてすごく親しみのある ありがとうございます。唯一の褒め言葉ありがとう、うん、もうとっても美味しかったですし、うん、もうお値段も安心っていうところが、はい、もう本当に素晴らしいと思います、はい、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。さて続いてやってきたのは東大久保5丁目です。続いての荒川もんじゃワードはこちらです。食べたら汗が止まらない超激丸もんじゃ。日本一の電波塔から着想、634もんじゃ。もう一つ目のもんじゃワード、汗が止まらない激丸って絶対もう激辛しかないですよね。2つ目のもう634もんじゃ、もうこれも謎すぎて心配通り越して怖いです。早速行ってみましょう。何やらインパクト大なもんじゃが食べられるのは小久橋通りからすぐのところにある古久さん。この地でお店を構えて20年の歴史あるもんじゃ屋さんです。失礼します。いらっしゃいませ。こんにちは。もんじゃガールの伊藤彩香と申します。どうもよろしくお願いします。ここではちょっとインパクトのあるもんじゃが食べられるって聞いたんですけど、まあそうですね、いろいろ、まあ、あるんですけども、はい、ちょっと変わったもんじゃもあります。うん、そうなんですねよろしくお願いします、はい、まあ、食べてみてください。はい、さて一つ目の荒川もんじゃワードを見ていきましょう。一つ目のもんじゃワードはこちら、食べたら汗が止まらない超激丸もんじゃ。もうお分かりですよね。どんなもんじゃなんでしょうか。もう見てくださいこの色ってことはご主人カレーで辛いってことですね。もう見て取れる辛さですね。これは辛そう。実は私辛いものそんなに得意じゃないんですけど、もんじゃガールとしてちょっと激辛もんじゃ挑戦したいと思います。食べてみてください。はい、おお、ああ、もう匂いが辛い匂いがもう来てますね。あー、すごいすごい匂いだ。いい匂いでしょ。いい匂いですいい匂いですけれども刺激的、すでに地獄谷みたいなことになってますけど、このすごいこのグツグツ感がもうそろそろ大丈夫ですよ。もうできました、ええ、食べても超激辛もんじゃ完成です。辛そう。口に入れた瞬間は、あ、辛い平気かなと思ったんですけど、辛いですね舌がしびれますね。パンチのある辛さが来るんですよ。あ、でもなんか癖になるかも。私辛いの本当はすごく苦手なんですよ。ちょっとじゃなくて。あ、そうなんですけど、でもこれ美味しいですね。どうですか、うん、ありがとうございます。これ私も食べられる辛さって何が入ってるんでしょう。この辛い秘密は何ですか。そうですね、まあ、いろんな唐辛子とか豆板醤とか、うん、はい、まあ、あのタバスコなんかも入ってますんでね、はい、もう辛いもののお祭りですね。そうですね、もう辛いものオンパレードで、はい、チリペッパーも入ってますしね、いろいろ入ってます。すごい笑っちゃうぐらい辛いですね。でも笑っちゃうぐらい辛いですよかったですね、泣くぐらいじゃなくて、はい、涙は出ませんでした。笑っちゃうぐらい辛い楽しいこれはでもね、ぜひ体感してほしい。どれぐらい辛いのか本当自分の舌で感じてほしいですね。これは美味しい。辛い辛い辛いですね。あまりの辛さに食べてる間ずっと汗が止まりませんでした。それでもなんとか完食です。やっと汗が引いてきました。ということで続いてのもんじゃワードいってみましょう。
続いてのもんじゃワードはこちらです。日本一の電波塔から着想、634もんじゃ。この634の数字気になりますよね。どんなもんじゃなんでしょうか。はい、これがそうです、はい、これがこれは何もんじゃですか。これは武蔵もんじゃ。武蔵もんじゃ、ということは、この634は、武蔵って呼ぶんですね。で値段も634円なんです。あ、そうなんですね。それにちなんで634円。まず見た目のインパクトがすごいですね。一度見たら忘れられない光景ですよ、これは。では早速こちら作っていきましょう。最初あの鉄板の上取りまして、はい、取りまして、はい、それであのこのぐらいの厚さで輪切りにするわけです、はい、いい音ですね。4等分にして小さくしていきますね。そう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 、分かりました。これもまた具だくさんですね、たくさん。色合いも綺麗ですね、こう黄色、緑、ピンクと。でね、意外とこの合うんですよ、はい、あのソーセージが、あのもんじゃにね、わりかし焼くとね、美味しいんですよ。完成しました。先ほどあんなに高さのあったもんじゃがこのように普通のもんじゃに変わりましたよ。では早速いただきます。このコーンがいいですね。どうですか、お味は。美味しいです。コーンが甘くて、キャベツの甘みだけじゃなくてコーンもさらに甘みを強くしてくれてるので、お子さんが喜びそうですね。このソーセージもまた食感がちょっと面白くて、こうシャキシャキだったりこうプリプリ感だったりとか、いろんな食感が楽しめて面白いです。でちょっとなんかふんわりスパイスの香りがするんですけれども、ちょっとカレーが入ってる、カレー味、カレー風味で、また激辛と違ってね、激辛と違いますね。優しいお味です、キャベツとかコーンで。見て楽しい、作って楽しい、食べて美味しい、この武蔵もんじゃ634円と、とってもお得になってますので、ぜひ皆さんもお試しください。見て食べて衝撃を受けること間違いなしの古久さんのもんじゃ。もちろんオーソドックスなもんじゃも充実していますので、ご安心を。では最後にご主人、古久さんのおもてなしの心を教えていただけますか。土曜日と日曜日をですね、はい、あの夕方4時から、はい、8時45分まで、はい、もんじゃを全額、全品半額で。半額ですか。す、ええ、さっきの武蔵もんじゃも。そうです、みんなです。もんじゃ全部半額です。お出になるときは前もってご予約いただいた方がよろしいかと思いますけど、皆さんきちんとお電話をしてから土日の半額にいらしてくださいということですね。お取りしておきます。はい、わかりました。ご主人今日はありがとうございました。どうもありがとうございます。今回の新荒川もんじゃ堂では、小具地域で地元の皆さんに愛され続けるお店の温かさ、美味しさ、そして驚きのメニューに出会うことができました。皆さんもぜひお店で荒川のもんじゃを楽しんでみてくださいね。以上、伊藤彩香がお送りしました。荒町ワイドをお送りしました。